とかだとなんかこうホスト狂いみたいな、まあ、それよりもどっちかというとやっぱ奨学金を返せなくてやった子たちの多くて、5、6年ぐらい返してない時期があった。いや、これは膨らむよ。そうなんです。800万ぐらいいっちゃってるんですよね。私たち教育無償化を実現する会ということで、まあ、教育の無償化を含め教育の投資を増やしてですね、誰もが安心して、そしていい教育環境で子どもたちが育っていけるよう、また社会に出た人ももう一回学び直して、より自分が求めるより良い人生を歩んでいただけるような日本の社会を作っていきたいということで取り組んでいる中で、まあ、その中のテーマは我々もやっぱり奨学金というものがあります。まあ、無償化をして奨学金を借りなくても学校に行けるようにしたいというのがあるんですけれども、今私も言ったように日本の奨学金って奨学金を借りるというですね、変なワードになるんですよね。奨学金って借りるもんなんだけどいうこともあるんですけれども、で今ちょうど成瀬監督この奨学金をテーマにした映画を作られているということでございますので、まあ、なぜ奨学金をテーマにされたのか、どういう映画なのかという最初ちょっと教えていただければと思います。なんかこう政府のなんか発言とかに意外と敏感に反応最近もするようになってしまった体質になってしまいましてですね、もうこういうの世界になったら、そうですね、異次元の少子化対策でいうのがまあ打ち出してるじゃないですか。でそれに対してなんかあんまり奨学金の話を特に触れてないなって思ってて、そう前からまあ奨学金のことはやっぱりちょっと変だなっていうのはあったんですけど、その異次元の少子化対策っていう中にまあもちろん経済的な理由だけじゃないにせよ、そのなんかやっぱ結婚云々と子供を作るとかね、そのまあ経済的な理由じゃないにせよ何にせよお金はやっぱかかるから、奨学金の借金を背負ってじゃあ社会に出てその借金を抱えたまま、まあ、子供を作ったり云々ってなかなかやっぱそれはしづらいなっていうのがあったからちょっとここは取り上げるべきだなって思っちゃって。んですよね。でそれと同時にまあ、さっきのコロナの話なんですけど、コロナで東横キッズとかっていうね、子たちやっぱなんかちょっとこうね社会現象みたいななんかなったじゃないですか。でなんかちょっとその子たちも一掃したとかうんぬんみたいなことを言ってましたけど、でちょっとその子たちとかにも少し取材とか話聞いたりもしたんですよ。ニュースとかだとなんかこうホスト狂いみたいな、なんかホストにお金使っちゃってみたいなのとかもあったんですけど、まあ、それよりはどっちかというとやっぱ奨学金を返せなくてとかっていう子たちのことも多くて、そうなんですね。そうなんですよ。で、まあ、よくよく聞いてみたら、まあ、コロナの時に大学こっちに上京しました。で上京したはいいけれども、まあ、その一人暮らしとかねするから家賃かかります。でバイトをしようと思ったらバイトが結局ないんですよ。コロナの時に大学来て、まあ、バイトもできない。でじゃあどうしたらいいのってなった時にもう手段的にはまあそういう形でこうやらざるを得ないというか、その、女性の方はそういう形でちょっとこうパパ活みたいなこともするし、まあ、男性とかだとちょっと闇バイトみたいなあるじゃないですか、今もあると思うんですけど、やらざるを得ないというか、でそこだけピックアップするんじゃなくてもうそれは社会全体の問題だなと思って、これはちょっとそのまあ物語としてちょっとまあそこも絡めてちょっとやらないとなって、それをまあみんなにもちょっと考えてもらうきっかけとしてね、作ってどう思いますっていうふうな感じでちょっとやろうっていうのがまあ最初だったですね。これは我々も決闘の時から、まあ、結局今おっしゃったように、まあ、うまく卒業して就職したとしても多額の借金を背負っている状態で結婚諦めてしまうとか子供を持つのを諦めるっていうことで借金があるっていう状態を作り出してしまっているのも今の日本の奨学金の問題だと思いますし、今はまあコロナのお話でもう入学したけれども結局奨学金、まあ、借金を借りているという実感がなかったけれど後からこれ返さないといけないんだみたいな、お金が大変だみたいになって。自分が望まないような仕事であったりとか選択をすることになってしまっているということがあって、まあ、社会問題を作り出してしまっているようになってしまっているのはこれはやっぱり我々も大きな問題だと思ってて、まあ、奨学金をそもそもこれからは借りなくていいようにしたいし、これまでも借りた人に関してもその奨学金の返済免除みたいなものを実現していきたいと思う、まあ、それが我々の決闘の理念の一つでもあるので。実際の話を聞かれた今の話とは本当に重く我々も受け止めないといけないなと思います。でこの奨学金テーマの映画も作りますってやりますって発表した時も結構 DM とかも来て、借りたんだから返すの当たり前でしょみたいなこう連絡も来たりしたんですよ。でもあ、そうかと、まあ、もちろん借りたら返すのは当たり前なのは分かるんですけど、大前提としてそういう社会の、そのもう構造そのものがもうみんながもう奨学金って借りるもんやっていうのがもう当たり前のこうマインドとして持ってるんだなっていうふうな感じになっちゃってるんですね。それはね、監督おっしゃる通りで、はい、我々教育無償化を実現する会っていう会を立ち上げて、奨学金の返済免除もその中に入ってるんですけども、批判があるんですよ、結構。同じ批判です。借りたものは返すべきだと。いやいや、それが大変な社会になっていて、それがいろんな社会問題、4年生大学に行っている2人に1人はそのいわゆる貸与型、つまりは返さなきゃいけない奨学金を借り取られて、そして返済しなきゃいけない金額の平均は310万円なんですね。これ、まあ、私はもう還暦過ぎましたけれども、我々の時は授業料も安いしまだ、そして私も奨学金借りましたけども、まあ、返す金額ってたかだか100万前後だったですよ。これ300万円超えてくるっていうことになると、で結婚したいねって思ってても合わせて600万円、なかなか結婚しようと思ってもできない、あるいはそれで破談になるとか婚期が遅れるとか、そして大体人間って20歳から35歳までが、まあ、これは動物として当たり前のことなんですけども、まあ、子供を一番持てる期間ですよね。そうするとずれるわけですよね。それがまた少子化に拍車をかけるとか、さまざまな問題の根本の一つになってるっていうことを、やはりそういった自分は借りて返したんだから借りた人間は返すべきだっていう昔の話を持ってこられても、そこは違うんじゃないですかっていうことはちゃんと我々も申し上げなきゃいけないし、現代に即してやはり変えていかなくてはいけないところなんだということをどう説明するかっていうことは大事だと思うんですね。今国立もなんか授業料上げるみたいな、上げようという話が、今でもまあ我々の時は10万、11万弱でしたよ。今でも54万ぐらいで45倍になってるんですけど、これも上げるみたいな話になっているし、で慶応大学の学長に至っては東大は150万にしろみたいなことをおっしゃってるし、まあそれは私学とのね、イコールフッティングっていう意味でおっしゃってるんでしょうけども、いや違うだろうと、金持ちの子供しかもう勉強できないような社会でいいのかと。先ほど監督がおっしゃったように、まあ我々ちょっと東横に行ったりはしてないんですけども、ね、そういう方々の中でマスコミから聞くのはホスト繰りをしていて、それでまあ自分自身のね、そういった体を売らなきゃいけないみたいな、あれを売ってこいというふうに脅されてるっていうようなこと、まあ、それはそれでまた社会問題なんで我々ちゃんと取り組まなきゃいけないんですけども、その奨学金が重荷でっていうところで、実際問題そういうことになっちゃってる人たちがいるっていうのは、これ我々の責任はますます重いなっていう感じがしましたですね。いや、重いですよね。あなたももうね、あなたも奨学金借りてる、はい、そうですね、借りてます。あら、今も返してます。返済中。はい、返済中です。あらら、頑張れよ。大学院まで行った方だと、50代まで返済しなきゃいけないっていう。そうなんですよ。50代ですよ。いや、50代ってやばいですよね。これ、その映画としては、どういったスケジュールというか、どういう今。じゃ、もう作成は終わって、公開が8月の30から始まるんですけど、そこからちょっと、まあ、全国こう。ちょっとずつ回って、はい、草の根運動でやろうかなと思って。ぜひ、はい、まあ私どもね見せていただきましたけども、中身は言うとね、はいはい、劇場で見てください。いやいや、そうです。でも本当にその実話を元にしたっていうことで、すごくやっぱり我々これはもう責任重いなというふうに思いましたね。結構大学の今の大学生の結構リアルをまあ描いてる感じはありますよね。オーディションもやったんですよ。オーディションもやって、で一応まあ僕がこう社会派青春映画やるときに、オーディションを結構やるんですね。結構やるよね。何百人何千人とか見たりするんですけど、でそれをテキストも渡す、まあ台本をこう渡して、こうみんな役者にこう読んでもらったりするんです。でこれはまあ意図としてもちろんそのいい子をこう抜粋したいなっていうのはあるんですけど、まあ自分たちにも考えてもらいたいっていうことを。まあ、役者さんってやっぱさっきの話じゃないですけどエンタメにいる以上、うん、なんかあんまりその社会とか政治のこととかも言いたがらないし、うん、それからそういうことを考えることもないから、うん、必然的に台本を渡してセリフを覚えたら、うん、もう考える期間がもう嫌がおうでもあるから、うんうん、まあ、そういう意味ではちょっとみんなにそのオーディション来てもらう役者さんみんなにも考えてもらいたいなっていうことで、実際今回の出演者の中にもね、奨学金医学部入って。辞めちゃってやっぱ役者になるみたいなこと言って、医学部ってまあまあね、そう額があるからもう結構な額背負ったけど、でもまあそれはね、親のなんか流れでどうしても医学部行かなきゃいけなくて、でもやっぱやりたいことがやっぱ役者でって言って辞めて、でまあ借金だけが抱えてるっていうような状態でやってたりと、まあそういう子たちも実際いたりはするので、まあそういうマインドの子たちでなるべくこうね集めてやった方が、まあ一緒にこう盛り上がる時にやっぱパッションがね変わりますから、なんかそういう意味ではっていうような感じですね。これ映画でもね、まあ全部言っちゃいけないんですけども、奨学金という名前が悪いよねと、学生ローンですよね。いやそうですね。やっぱりローンだと。借金なんだと返さなきゃいけない、やっぱそういうことをやらないと奨学金というまあキラキラネームに惑わされて結局借りちゃうっていう方々もおられると思いますし、この予算委員会でね、どんな条件であっても我々不十分だと思ってるけども大学生で無償化するわけですよねと。そうするとある年までは払ったと3人以上いてですよ、子どもさんが。それでもこの無償化が導入される前の年までは授業料がかかるわけですよ、奨学金払わなきゃいけないですよ、これ不公平だと思いませんかと、1年違うだけで、だったらこの措置は何だか取らなきゃいけないんじゃないですかっていうふうに言ったら、そうですねって言ったんですよ、素直に。で素直にそうですねと言って検討しなきゃいけないって言って、私文部科学委員会に入ってるんで、その総理が答えたことですよ、総理が答えたことについて文部科学大臣にそのこと総理は言いましたよね、検討しますかって言ったらもごもご言うんですよ。あら、もごもご。おそらく予算委員会でいらんことをあいつ言っちゃったなみたいなことを思ってたと思います。それで文部科学省としてなんとかもみ消そうしようと、あやふやにしようと、うやむやにしようと、もごもごしちゃったんで、ここはもう現地と取ってるんでね、私はそんなことは絶対許さないんで、これをなんとか本当にどっかで線を引いたらそれまでの人との不公平が生じると。そうですね、そういう意味においても奨学金の返済免除という仕組みを作るために我々頑張ってきますので、いや、はい、素晴らしい、はい、まあ私も奨学金を結構借りていたんですね、まあ、今も返し続けてる部分があるんですけれども、甘利さんも奨学金を借りてていろいろ今も返し続けていろいろ生活の中でもやっぱ考えますよね。そうですね、うん、家庭環境結構複雑系の家だったので、うん、本当に結構まあお金に関しては結構大変で育ってきたので、うん、まあ奨学金も借り入れもしましたし、あと延滞料すごく高いですよね、奨学金って。そうなんですよ。でちょっとうちがもう家庭が結構ワイワイしてる時にちょうど奨学金を返せない時期があったんですけど、でもなんか奨学金を返すのに延滞料が乗っかってくるっていうのを多分その時知らなかったのと、あと親が返してるからみたいな感じで結構言ってたんですよね。なんかちょっと問題ありな家だったので、それで返るからって言ってたんですけど返してなくて、でだから5、6年ぐらい返してない時期があった。いや、これは膨らむよ。そうなんです。なので結果として私高校から奨学金借りてるんですよ。なので800万ぐらいいっちゃってるんですよね。笑っちゃって、笑い事じゃないよ。笑い事じゃないってか、で結局そこからのスタートってなって、大きい返す時からまあまあな金額を返さないと、要は返済をここまでで相手にしないとさらに延滞料というか延長料かかりますみたいな感じでそこが先延ばしにするとさらに利子というかついてきますよっていうふうに言われたので、ここまでに返しましょうねっていう年度があるので、そこまでに返すってなるともう月々結構とんでもない金額を返さなくちゃいけないみたいなので、なのでバイトも8個とか8個とかバイトを掛け持ちしてやったりとかしてでっていうのがあって、もう本当にだから結構一括で毎月結構返せる時は十何万まとめて返すとか結構。構それやったりとかしてやりくりしてた時もありました。どのくらいなんか前よりは延滞料前 10% とか結構そのいや昔は十数パーですね。要は金利水準によって変わってくるんで、これ税金の延滞金と同じなんですよね。結局すごくペナルティなので高くて、それでも低くなってきてと言っても今の低金の時代ではそこそこの 8% とかちょっとごめんなさいこれわからないですけども、それは十何パーからですけども、それでも高いですね。むちゃくちゃ高いですね。で結構ちょっと驚いちゃったことがあって、それこそコロナ禍になってそのまあちょっとこっちの業界がちょっと低迷してきたってなった時に電話がかかってきたんですよ。すいません日本ピピピピピからなんですけどみたいな感じがで、日本学生審査もうちょっと払えませんかみたいな、もうちょっとというかその額を増やせませんか、毎月の返済が変えられませんかみたいなことを言われて、えってなって、いやまあそれ別にもうその延滞とかしてるわけじゃないし、毎月コンスタントに返してるはずなのに、もうちょっと額を増やした方がいいですよみたいな感じでなんか言われたんですよ、私電話で言われて。でその理由は何ですか。いやそのなんか間に合わない、そのもともとそのなんか結構何回か組み直しというか、それこそなんか利息とかが変わってくるんですよね。だから毎年結構変わるのです、なんかそれがなので何回か計算のし直しが何年かに1回通知でくるんですけど、その計算のし直しをした結果もうちょっと額を増やさないとここの要はここまでに払わなくちゃさらに延滞料かかるような期限を超えちゃってますっていうふうに言われて。えみたいな、話違うじゃんっていうふうにあって電話がかかって、でちょうどそのねお仕事も結構いろいろなくなっちゃって困ってる時期に、てか日本中どこもみんな困ってる時なのに、もうちょっと返済が増やしませんかっていうふうに言われて、ありえんちょっと不思議な話ですね。ちょっと悲しくなったというか、すごくいやみたいな、ちょっと待ってないのかなみたいな、なんか結構そういうなんかノルマがあったのか、取り立てノルマみたいなわかんないんですけど、そういうのがあって、あこういうことを平気でなんかしてくるんだというの、まあもちろん借りたら返せ論だったりとかいろんなの今お話の中にもあったと思うんですけど、でもなんかそれこそじゃあどうにかしてお金作ってこいよみたいな感じを国から言われてるのを私たちみたいな風に思っちゃうみたいな。あれってでも独立行政法人、あれ何でしたっけ、あれってもともと母体ですかね。独立育英会か日本学生支援センタージャストになって。あと私は区からも借り入れをしてたんですよ。その高校生の時に借り入れてたところが、その日本学生支援機構じゃなくて社会福祉協議会からも借り入れすることができて、それここからも借りてるので、社会福祉協議会ってだってでも区ですよね、23区とかなので区なので、まあそこからも電話かかってきたりとかしてっていうので、なのでまあ親っていうのが結構ありました。まあそもそも高校奨学金借りないといけないという日本の教育システム、まあそれはうちの家庭環境もちょっとやばいな。まあでも私も高校から借りてましたよ。でこれは民主党時代にその高校の無償化みたいなのを始めて、で今は私学も含めてやろうみたいな流れが広がりつつありますけれども、でそこは当然やるとして、次は高等教育大学専門学校というところまでやらないとですね、代表の時代とかは多分だんだんと物価が上がって、昔借りた奨学金の額が働き始めて何年か経ったら物価が上がってるから、もうそこまで負担に感じなかったかもしれないっていうのもあると思うんですけど、今物価が逆に上がらないと、で賃金も下がる状況で、その学費上がって負担感だけ上がって、負担感じゃなくて実際に負担が増えてしまってる中で生活が苦しくなって、結婚子育ても諦めるっていうのはこれは社会問題なので、そのずるいずるくないっていう話じゃなくて、社会問題の解決をしっかりとするためにもこの奨学金の問題はしっかりと解決していかないと思ってますので。そうですね。そんなこと言ったら、じゃあその時代に生まれた人の方がずるいじゃんって言ってますよね。こっちからしたら給料上がってる時代のね、ちょっと前にじゃあ産んでくれたらよかった私たちのことみたいな話になっちゃうわけじゃないですか。世代間の単立にしてもしょうがないので、そこは今の問題は今ちゃんと今の政策で解決していこう、それが奨学金の返済免除であったり教育無償化なのでということは、これを政治の責任で説明していかないといけないと思いますので。アレックさんが借りる時にこれは借りるもんですよって返す、社会出たら返しますよみたいなことって説明ってされた？多分説明会は出てたと思います。でもそこをなんか現実感を持って受け止めてる学生ってほとんどやっぱいないんですよね。で私もそうだったし。この前その奨学金返済問題に携わるシンポジウムっていうのにちょっと参加してきたんですけど、オービリン大学の先生がそれをなんかちょっといろいろお話しされてる感じなんですけど、借り入れをするというか、その要は実際奨学金をじゃあ借りますってなった時に返済しなくちゃいけないっていうのを分かってるのが8割とかの人が知らなかったみたいな、返さなくちゃいけないものだっていうことを知らないっていうのが、書いてると思うんですよ。書いてるけどみんな見てないだから奨学金って名前がダメなんですよまずね。なんか細かい字でいろいろ書いてるみたいな感じで、借金ですよとローンですよというハンコを押すまで、あ、これ返すもんなのってのを知らないっていう方が結構若い人では多いらしくて、いやそれは本当マジで問題それって問題ですよね。ハンコを押すまでわからないみたいな、ちょっとなんで分かってないんだろう。それをね、自己責任で済ましちゃいけないと思うんですよね。調べてなかったでしょみたいな。でやっと大学卒業する数ヶ月ぐらい前にもう一度全員集められて、であなたの返す金額はこれですって渡されるんですよね。でみんなその時にあみたいになって、4月から新社会人だけど俺らはもう頭の上にマイナスついてんだみたいな感じにやっと気づくみたいな感じになるんで、確かにだからみんなもね、やっぱまあ確かにまあ自己責任だけど考えることはある程度やっぱしないと、ちょっとね、まあだから映画の中でも結構僕テーマにしてる自分たちのことはもう少し完全にその政治云々だけど自分に関わるから、もうちょっと考えることは頻度を上げていかないといけないなとは僕は思ってますね。大学に行くだけがとか高等教育を受けるだけが選択肢っていう時代でもないじゃないですか。そうですね。昔はそのやっぱ大学入るってステータスみたいな感じで、就職にもやっぱりね、なんか有利というか、まあ企業側も多分その就職する上でやっぱ大学卒業してたらやっぱそれなりにみたいな感じだけど、今は別にそんなこともないから、だったらやっぱみんなもその選択肢だけじゃないよっていうことはやっぱりこう知ってもらいたいな。そうですね。我々も教育無償化を実現する会とは名乗ってますけども、みんなが大学行くべきだなんてことは一切言ってなくて、お金の面で行けない、あるいはまあいろんな置かれている境遇の面でいけない人たちをどうやって機会平等にしていくかっていうのが教育無償化であって、みんな行ってくれっていうことではないんですよね。みんななんかね、何も分かんないまま来ちゃいました大学みたいな感じで、それはそれでね、そんなつもりは全くないわけで、むしろ専門学校に行くと本当に資格を取る、介護士とか看護師の資格を取るとか、さまざまな資格を取るために目的を持っていかれている方々に対してもしっかりと我々無償化のサポートをしなきゃいけないし、大学に行ってやっぱりちゃんと学んでもらうということが大前提なんだということはご理解をしたもらった上で無償化じゃないといけない。いやいや、そうですあと企業でもですね、いい企業っていうか、これ戦略性もあるんですけども、その入社して奨学金の額を一括して払う、立て替える企業って結構あるんですよ。何年間にわたってその企業のいわゆるサラリーから所得から転引きしていくと、こういうふうな、例えば利息とか免除してそれは会社が払ってあげるとかいうことでやってる企業も結構ありますよ。つまりはあまりにもその奨学金の負担が重いので、それは気の毒だということの中で、会社がサラリーから、もちろん本人と話をして、これぐらいずつ引くんだったらいいかいっていうことで、それでいいですっていうことの中で、会社がまずは一括返済して、そして減らしていくと、これ会社にとってメリットあるって聞いたのは、やめにくくなる。確かにこの頃の子ってすぐ辞めちゃうじゃないですか。確かにこれやるとすぐ辞められないんだよ。ちょっと踏みとどまる。まあまあそれは会社側も。それでまあ利息分については自分たちで見るっていうことで、まあ優秀な人材をどうやって確保するかっていう会社の一つの取り組みではあるんですけども、まあそれがやっぱり深刻な問題なんだっていうことは我々本来であればその前にねおっしゃる通り。なんかでもそれって教育の中にそもそも今成瀬さんは自分たちのことを自分で調べろよっていうのもまあもちろん大事っていうのをおっしゃってたと思うんですけど、そもそもの教育の中に組み込むその要は奨学金っていう制度があるんだよとかっていうのも今なんか家庭科では小学校とかもなんか中学校とかも金融の授業があると思うんですけれども、そういった中にその奨学金の授業というのは含まれてないっていうのをこの前そのシンポジウムでお伺いしたんですね。なのであとはまあいろんなカリキュラムの問題でそこまでいけないっていうのもあるとは思うんですけど、でもそこをそもそもそういうのが言葉も知らないっていうよりかは知っててもいいワードだとは思うので、まあだから奨学金という名前を変えなきゃいけないですよ。変えた上で入れ込んでいただくというのもなんか一つのねあれかなっていう。まあ金融教育は本当に重要だと思うんで、そういう教育を受けてれば借金をするということはどういうことなのかとで、この利率がこれ10年20年経ったらこの 2% だと何千万になるんだろうとか、そういうことを考えるのは教育する責任はこれは社会としてあると思うので。それからこの間も文部科学委員会で取り上げたんですけども、特許の数ってアメリカの大学と日本の大学でいうと、数でいうと 1.8 倍なんですよ。そんなに変わらないですし、その特許を取る際の費用っていうのもそれほど変わらないのに、この特許によってどれだけ大学が収入を得てるかってなると1対50になるんですよ。1対 1.8 が1対50なんです。つまりその特許というものがに対してちゃんとまあ言ってみれば申請をし、そしてそれがお金になる、いやらしい言い方ですけども、ちゃんとそれがビジネスになるような制度になってないんですよね。だからそれも講義の意味での僕は金融教育だと思うんですね。つまりは自分で価値のあるものを作ったら、しかも特許というものを申請できたら、それについては費用を相手に払わせるもんだっていうところができてなくて、特許収入が1対 1.8 の数に対して1対50ってあまりにもおかしいだろうと。だからそういう意味を含めてやっぱり日本でまだまだ若いうちからしっかりと我々が逆に言うと日本は伸びしろがあると思ってます。そういうものが今までなかった中での他の国との競争ですから、こういうことをしっかりやるってことが大事かなと思いますね。でもその支援するなんか聞かれたりしないですか。そのじゃあ財源どこからそのお金をするんだみたいなことって聞かれたり。これだとかなり長い話になるんですけども、短く言うと、まずギャップファンドって必要なんですよ。ギャップファンドっていうのはギャップね、これは死の谷といって、そのベンチャーやられる時にうまくいかない期間って結構あるんですね。その死の谷をどう超えさせるかっていうことになると、ギャップファンドっていうのは返さなくていいよってお金なんです。それこそ奨学金じゃなくてローンじゃなくて補助金なんですよ。それは渡していいというギャップファンドで、これを各大学で作っていこうということで今また取り組みもやってますし、それをまたしっかりとサポートする質問なんかも今やらせてもらってるんですけども、その後ですね、その後をどういうふうにやるか。そのアメリカっていうのは寄付文化で大学に寄付が集まるんですよ。で大体日本の大学とアメリカの大学だとゼロが1つから2つ違うんです。それを全部使わずに基金に貯めてきたんですよ。今ハーバード大学って50年間で運用してきて、その50年間の運用利回りっていくらぐらいだとどのぐらいだと思われます？50年間の運用利回り、平均の運用利回り 3% とか 4% とか、普通そう思いますよね。そのリーマンショックもあったし、湾岸戦争もあったし、それからコロナもあったし、イラク戦争もあったし、いろんなアップダウンあると、株なんて儲かる時もあれば儲からない時もあると、なんと 11% なんですよ。おお高い。でイェール大学に至ってはもうちょっと短いんですけど30年か40年ぐらいですけども 13.4% なんです。おお高い。で回していって、そしてどんどん基金の規模が多くなっていって、それをまさに学生の授業料免除、そしていい先生を引っ張ってきたらいい学生が集まる、そして施設もいい設備装置、はい、はい、こういったものを買えば研究環境が整うということで、まあ言ってみればウィンウィンなわけですね。好循環だね。好循環、でハーバードは今、まあ、円安もありますけども5兆円ぐらいなんです。で日本で一番多い基金持ってるのは慶応大学で、これ1000億ないんですよ。これも2桁違うじゃないですか。だそういう意味では本当に日本の戦略性って全くゼロに近い。大学ファンドっていうものを作って、これ財務省とかなり喧嘩して作ってるんですよね。10兆円うまくいくかどうかわかんないですよ。これうまくいかすようにしなきゃいけないけど、はい、これはこれを やったのは甘利明さんっていう代議士なんですよ。でこれを作って、まあ、運用して、まあ、今運用うまくいってないんですけど、まあ、別にこれは甘利さんの責任じゃないですけども、これは甘利代議士が、まあ、やったもんで、ここはね僕はこういったことはね公正に評価しなきゃいけないんです。つまりは誰がこういうことをやったのかっていうことは、なんか野党ってなんか自民党のこと全部ケチョンケチョンに言うのが野党みたいの立場っていうんだけども、そうじゃなくて批判するところは批判するけども評価するところは評価しないと僕はいけないと思っていて、この大学ファンドっていうものをこの状況を見てこれはまずいなっていうことで作る、まあ中心になられたのはやはり明代議士で、これは私評価した方がいいと思います。安倍さん、亡くなった安倍さんが2013年に日本の大学を上位世界の大学ランキング上位100校に10校入れるとおっしゃったんです。全然できてない2校だけにもかかわらず10校作ると言ってたのに、そのまあ大学ファンドで支援する大学っていうのは数校なんですよ。これ34校おいおいと10校作ると言ってたのはもう取り下げたのかと、34校だけず抜けてあとがダメだって日本の大学教育っていいのかとか。まあそういうようなことっていうのは本当にいっぱい問題があって、ですからこの大学の問題も含めて僕大学入試を変えたら高校中学小学校の授業というか教育のやり方変わると思うんですね。つまり大学入試がまあ一番プライオリティ高いものに乗っかってるんで、そこを目指しての教育になってるんで、そうでないねやっぱり教育っていうものをしっかりと幼少期からやるっていうことをやろうと思えば大学教育、大学入試改革、大学改革というのは必要だというふうに思っていて、ちょっと奨学金から膨れましたけども、いやすごい僕気になります、はい、それは、はい、でもさっきその甘利さんがこうなんか財務省とこうなんかもめたって言ったらちょっと、ね、はい、いろいろやり合ってうんぬんみたいな感じだけど、その安倍さんがそういうふうにその大学をこううまいことこの世界に上げることもできなかったのって、そういうなんか財務省とかそういうのと関係してたりするんですか、その予算がつけづらかったとかそういう。まず一つは予算が多い方がいいわけですね。だけど日本っていうのは、まあ、財政の壁っていうのがあって、まあ一つはその壁になっている理由は高齢化ですよ。高齢化に伴うと当然ながら医療、年金、介護、福祉というものの費用が多くなりますね。でしかしそれに伴う安定財源を確保しなかったんですよ。これ今まで自民党政治の大きな責任ですよ。で何してきたかっていうと赤字国債発行して、まあ、その場を取り繕うと。政治家って負担を求めるの嫌じゃないですか。選挙に落ちるから、選挙に弱くなるから、だからみんな赤字国債発行してきて今1000兆を超えると。そうするとこれだけ低金利であるにもかかわらず、まあいわゆる元本と利息の返済っていうのは、まあ言ってみれば24、5兆円になってるわけです、毎年。つまりは高齢化に伴う、いわゆる経費の増加と、それから国債の返済に対する元本と利息の増加が他の予算を圧縮して、他の予算が増えない、特に教育の予算なんか30年間でほとんど変わってないと。そしてOECD 経済開発協力機構38カ国の中では経済規模からすると後ろから2番目、そしてこの38カ国の中では私費負担、つまり保護者の負担は38カ国中3番目の高さ、他の国はもっと税金から教育費を出していると、つまり自己責任の社会になっているんです、しかも30年間賃金が上がらなくてみんな苦しくなっているのに自己責任、賃金が上がってないのに教育費用だけ上がってるということの中で日本がこれだけの状況になり、まさに監督が映画を作られたようなまともな子どもさんたちが本当に転落をしなきゃいけなくなる状況を作っているのは政治の責任ですよ。財務省の問題は自分たちの手の届かなくなる財源を作るのは嫌なんです。結局自分たちで気づかないと、例えば選挙で行けって言ったって行かないから結局みんな同じことを何回も何回も国も言い続けなくちゃいけないし、それは何年経ってでもやらなくちゃいけない。